はい、こんにちは、ポロです。今日はですね、マーケティング3つの C という、話をしていきます。マーケティングをする際にですね、この3つの C がつく、頭文字がつくですね、言葉を意識しましょうという話ですけど、この3つの C、まず何かですね、解説していきます。1つ目は、コンセプトですね。2つ目がコンテンツ、そして3つ目がコンテクスト。でこの3つがうまく噛み合った時にですね、マーケティングがうまくいくということです。ちょっとこれ言葉だけだとよくわからないと思うんで、本に例えてみたいと思うんですけど、コンセプトっていうのは表紙なんですね。でコンテンツっていうのは中身ですね。コンテントっていう言葉自体はそもそも中身っていう意味なので、コンテクストっていうのは文脈っていうね、直訳したら意味なんですけど、ここでは背景とかね、バックグラウンドみたいな感じで考えておいてもらうといいと思うんですけど、こういうことになってるわけです。でこれが全部噛み合ってないとうまくいかないんですね。例えばコンテンツの中身がビジネス、ネットで稼ぐ方法みたいな、オンラインで稼ぐ方法みたいなコンテンツだった場合にですね、コンセプトどういう表紙にするかってね、変わると思うんですよ。例えば、副業ゼロから始めたい人向けに書くのか、あるいは起業を目指す人、副業をやりたい人と起業したい人って別なんですね。副業をやりたい人っていうのは、ひょっとしたらそのまま会社員として働き続けて副収入が欲しいと思っている人かもしれない。でも起業したいっていう人はそこからステップアップして独立したいっていう人だから、そもそも違うわけですね。だその副業で稼ぐ方法っていう表紙にするのか、オンラインで起業するための方法っていう、ね、表紙にするのか、違うわけですね。っていうのがあるわけです。みんなこのコンテンツの部分しか見てないんですね。発信するときとか商品を作るときに中身をどうしようかなっていうふうになるわけですけど、そもそもここの表紙の部分の打ち出し方がずれていたら全然そのターゲットも刺さらないわけですよ。でコンテクストって何かっていうと背景ですね。まあもろもろです。だから例えばどこの媒体で発信するのかとか、誰が発信してるのかとか、そういったことですよね。例えばインフルエンサーだったら何言ってもまあ反応が出るじゃないですか。本当にこう取り留めもないような、ね、日常のありふれた出来事を発信するだけでもすごい反応が出ますよね。でも無名の一般人が同じ発信をしても誰も見てないし、誰も反応しないっていうのは背景が違うわけですよ。単純にそのうまくいってる人を真似しましょうみたいな人はコンテンツしか見てないわけですけど、コンテクストがずれてると真似してもうまくいかないですよね。あるいはどこの媒体で発信するかによっても変わります。 Facebook で発信するのか、 Twitter で発信するのか、 YouTube で発信するのか、ブログで発信するのかでも内容が一緒でも全然違うわけですね。その属性、ユーザーの属性は全然違うわけだから、だからそこを踏まえて考えないといけない。そしてこのコンテクストっていうのは自分自身の、まあ、あの過去 の, その経歴とかそういうものを全部含むんですね。例えば自分がその、オンラインでお金を稼ぐ方法を教えますってなった時に、私はずっとブラック企業で働いていて上司からパワハラを受けていてっていうね、そういう背景を持っている人だったら同じような、ね、境遇にいる人にはすごい刺さりますよね。でも私はもう生まれた時からエリートで常にねトップ街道を走り続けてましたみたいな人が発信したら、そういう人は逆に、ね、ちょっとカチンときたりとか、こんなお前エリートだからできたんだろうみたいな感じになったりするわけなので、そういう自分の持っているものをこの表紙にまた合わせ、コンセプトに合わせていく必要があるわけです。私はこういう背景を持っていて、こういうスキルを持っていて、こういうね、経歴があるから、こういうコンセプトであなたにこういうコンテンツをお届けしますよと。なんかここが全部噛み合って初めて、まあ、優れたこう情報発信とかマーケティングっていうのは成立するんで、まあよくあるじゃないですか、こうブログタイトルとブログの中身で全然噛み合ってないみたいな。なんか僕が見たやつだと、なんかそのブログタイトルは、なんていうか転売かなんかで稼ぐ方法に関するようなブログタイトルだったのに、なんかこうブログの中を見てみたら実際はなんかこうサラリーマンの処世術みたいな、そういう話しかしてないからね。 YouTube チャンネルとかでも結構ありますよね。なんとかマーケティングチャンネルとかって書いてあるのに、実際見てみたらなんかそういうマーケティングの話一切出てこないみたいな。それはもうコンセプトとコンテンツが違うわけですよ。ラーメン屋ですって言ってるのに中入ったカレーが出てくるみたいな感じなんですね、うん、で ここに反応する人っていうのはラーメンが食べたいわけですよ。でもなんかお店入ってみたらラーメンありません、カレーだけですって言われちゃったらね、多いってなるじゃないですか、うん、っていうことですね。なので、まあ、情報発信をするとき、マーケティングをするときっていうのはぜひこの3つの C を、ね、意識してやってもらうといいと思います。ほとんどの場合
みんなここはすごく意識してると思うんですけど、じゃあこれをどういう、ね、打ち出し方にしていくのかっていうのは、そのどのターゲット、どこの媒体でどういう人に向けて発信するのかによってこれは決まるわけですね。そもそものそこが決まってないと、まあ、どういうコンテンツにするかも決まらないし、コンセプトをどうすればいいのかもわからないわけです、ね、なんで、まあこの3つの C、コンセプト、コンテンツ、コンテクストっていうのはぜひ情報発信する際にすごく重要になってくるんで、特にこのコンテクストとかですね、誰がものを言ってるのかってすごく、大きな影響を与えるので、無名の自分が言うのか有名なね一流の人が言うのかで全然やっぱ説得力も変わってくると思うんです。だから同じ発信をしてもなんでこんな反応が出ないんだろうっていうのは、まあここがちょっとね、ずれてるからってことですよね。まあ、ぜひ意識してやってみてください。